お題はですね、3月のワールドカップ予選が再開します、はい、日本は北朝鮮と連戦という形になりますね、うんうんうん、まず3月21日、はい、日本はホームゲーム、5日後3月26日にアウェーゲームとなります、うん、で現在そのグループ日本は勝ち点6、うん、で2位が北朝鮮で勝ち点3と、うん、で極論を言うと、はい、例えば北朝鮮がここで2連勝しますと、うん、日本はもう逆転されるという構図なんですけれども、はいはい、ちょっと僕分かんないと思うんですよね。分からないというのは、いやそんな簡単には勝てないと思いますよ、うん、僕が見てて昔僕も経験して、ああそうですね、やっぱり実力は、うん、まあ、今回のアジアカップもそうなんですけど、実力と戦力差と組織差っていうのは確実に日本代表が上だったんですよ、その時も、うん、だけど僕らザックジャパンの初黒星僕らだったんですよ。そうですね、はい、うん、であれを見てたら普段持ってない力を発揮するところがあって、もう結局精神論なんて古いじゃないですか、正直、はい、でもその精神論がここまで力を与えるんだっていうぐらい変化する、うんうん、特に日本代表とやるって言ったら、やっぱ同じ東アジアのライバルとして超気合い入れてくると、うん、入れてくるんで、でまた多分したたかに守ってくると思うんですよ、5バックとかでガチガチ守りのカウンター狙ってくると思うん で、うん、で今世界的なトレンドでもカウンターありじゃないですか、今ポゼッション率であんま関係ないよねっていう今風潮じゃないですか、うんうんうん、ってなったら で絶対ロングボール一辺倒でやってくるんですよ、キックで力技で来るってなったら、いやちょっと日本代表の弱いところがまた露呈するんじゃないのかなって思いますね、うん、やっぱりアジアカップ、はい、イラン、イラクが示したのは、うん、やっぱ本当テスさん言う通り、こうすれば日本を倒せるよなっていう、うん、もう絶好の見本をすっと示してくれちゃったので、はいはい、本当ですね、他国はやっぱりそういう戦い方をしてくる、うん、しかもこのなんていうのかな、うん、やはり対日本っていうのはどうなんですか、うん、北朝鮮にとってこのサッカーの試合やっぱり特別な感情やっぱ生まれやすいですか。まあ、そう政治的なことはちょっと言わない、はい、言えないですけど、そうですね、うん、でもやっぱそこは日本と韓国代表と試合するときは、うん、まあ、特別でしたね、うん、選手たちの気合もそうだったし、まあ、何よりも公式戦なんで、うん、またワールドカップ予選じゃないですか、うん、なんで選手たちの気合の入り方は半端じゃなかったですね、いやそこまで変わるんだったら普段からちょっともうちょっと頑張ろうって思うぐらいそれぐらい違いました、うん、もう目の色が違うし、うん、でそれでまた結果も出たし、逆にサイスターで吉田麻也に決勝ゴール決められた時もあったりするけど、やっぱホームとアウェーでは大きくやっぱ違うなって、雰囲気も違うなっていうのも感じるし、でもやっぱり東アジアの同じライバルとしての気合の入り方はもうまた違う国とやる時とは全然違いました。テスさんはどうですか、対日本戦、はい、具体的にピッチに立った時の感情ってどんなものでした、はい、僕は日本代表と試合したかったんですよ、ずっと代表では、うん、だからワールドカップに出たのももちろん嬉しかったですけど、うん、やっぱり最初は日本代表と、いつだっけな、2004年ぐらいにワールドカップ予選でサイスタで日本代表と試合した時があったんですよ、はい、その時アン・ヨンハスさんとリー・ハンジェさんが出てて、うん、大黒さんに決められて負けたんですけど、うん、はい、その試合を見て、ああ僕は代表になって日本代表と試合したいって思った時はその時だったので、はい、日本代表と試合する時はもう特別な感情でしたね。でやっぱりメディアに出るのが好きだったんで、目立ち上がり屋だったから、ああいうふうに日本代表と試合したらいろんなメディアに注目されるっていうのもすごい好きだったし、うん、はい、うん、でなったら日本代表入れるっていうのをもう思うんですけど、うん、でも、まあ、実力的に僕はそんなんじゃなかったし、うん、日本代表するのが僕の中でサッカー選手としての一番の喜びでした。じゃあでも闘争心剥き出しだったわけですね、実際戦って、はい、そうです、もちろん、うん、でそれで東アジア選手権の時は1点取ったし、うん、1-1 で引き分けた試合で、うんうん、やっぱその僕の中では日本代表の試合は特別でしたね、また違う意味で、うん、僕はで今の話でちょっと気になるのは、うんうん、アジアカップ期間中冨安選手が熱量が足りなかったという発言をしていて、やっぱりこのサッカーの試合結果に意外とその熱量という部分が改めて大事だったことを教えてくれた。いや本当ですね、うん、だからメディアでやっぱり甘くないねっていう言葉をよく言うんですよ、うん、お前らアジアカップだからって簡単じゃねえぞって言うじゃないですか、多分監督もそれは絶対言ってるんですよ、はい、その時点で舐めてるわけじゃないですか。まあそうですね。僕も思います。僕も思っちゃダメなんだろうなっ
って思いながらもアジアカップだからって正直ね思うんですよ、うん、アジアカップぐらい日本では勝てるだろうって正直思ってたし、で結局このその心の隙じゃないですか、めちゃくちゃ思いましたね。アジアカップを今回も見てもそれはすごく感じましたね、うん、それだなっていう。だ今回一応その今順位としては日本が勝ち点6、はい、うん、一応首位に立っている、うん、要するにここでまあ1回負けても、うん、多分首位は守れるだろうしとか、はい、例えばなんていうのかこう2位までは次の予選に進めるしとか、うん、はい、心の隙が生まれやすい状況になりそうかなとも思っていて、はいはい、三次予選なんて突破して当たり前ですけどね、日本で。そうなんですよ、そうなんですよ。そこがまた隙が生まれる要因かなという、ね、嫌な相手ですよね北朝鮮代表っていうのはね、うん、だからちょっとこの熱量の問題も指摘され、はい、こういう負け方をして、うん、ちょっと嫌なタイミングでの試合だなと思うんですよね、うんうんうん、しかもなんか他の東南アジアのチームじゃないじゃないですか、はい、うん、実力あるけど超ミステリアスな、うん、超ダークホースじゃないですか。フィファランキングとかもしかとの実力のあるチームだから、三次予選でそこで当たるっていうのは相当日本代表としては簡単じゃないですよね。だからどうですか今の北朝鮮代表、はい、要するにアジアカップもやっぱね、はい、出てなかったので、うん、実際の実力がどんなものか把握しきれないなと。僕もそれは分かんないですけど、うん、その女王の民主化っていうところでどこまでそれを取り入れてるか分かんないし、うん、指導法に取り入れてるか分かんないんですけど、まあ、古の強さがあるっていうのはすごくそれは確信があります。昔からそれは絶対変わってない、僕がやった時から変わってないなとはそう思います、うん、あとは例えばアウェーゲームをね、うん、こう北朝鮮でやるとなった場合、うん、はい、どうだ、ちょっとやっぱり僕とかは北朝鮮に行ったことがないので、はいはい、雰囲気も全然わからないんですけど、はいはいはい、どんな雰囲気になるんですか。僕はその時ホームだったから特別そういう雰囲気は持ってなかったですけど、相当違いますよね、うん、まあ、どう表現していいかわかんないですけど、うん、やっぱり日本みたいに綺麗なホテルがあって日本代表だからできるだけ綺麗な、ね、5つ星ぐらいに泊まってみたいな、うん、どこのアウェイ行くのにもそうですけど、まあ、そういうホテルがないから、うん、あるけど、はい、一番いいホテルはもちろんそこで泊まるんですけど、うん、でも食事に関してもそうだし、まあ、全体的な雰囲気とかもそこで戸惑うとは思います、うん、でアウェイのあの雰囲気は、うん、日本代表にとっては相当難しいと思う、相当雰囲気いいし、うん、全スタジアム全員で応援するから、うんうんうん、雰囲気は相当いいですね。そうですよね、うん、だからやっぱり今回アジアカップに関しても、うん、結局やっぱ開催地は中東でやっぱ独特の環境を、うん、独特のやっぱりこう応援、やっぱここも影響したんじゃないかとも言われているので、はい、やっぱ特にねアウェーゲームは本当に難しいゲームになるのかなと、うん、いやそうっすよ、うん、日本でやる試合は逆に楽ですけどね、そこまでもやっぱ前僕もそこを経験しながらやっぱ日本でプレスサッカーするの難しいなと思ったし、ああそうなんですね、まあ、だからホモはアウェーはどっちも一緒ですね、うん、アウェーチームにとっては難しい。でも手さんは J リーグとかずっと やられていたんで、はい、日本でプレーすることには慣れてたわけじゃないですか、はい、僕はね、はい、でもだからチームメイトたちのその雰囲気を中で感じ取るわけじゃないですか、うん、でその本当にもう気迫溢れるプレーを、迫力のあるプレーをしているのはホームで、うん、アウェーだとちょっとやっぱり気遅れしている部分はあったんで、僕はどっちもひょうひょうとはその時できるんですけど、うんうんうん、やっぱりそういうふうにアウェーの雰囲気だったらちょっと飲まれるところがあったんで、うんうんうん、それはやっぱどっちも一緒かなって感じですね。だから僕たちなんかね、本当日本に住んでるし、うん、日本のホームゲームはいくらでも見てるからあれなんですけど、で他国が日本に来て感じる、うん、なんかこうやりにくさっていうのはちょっと分かんないんですよね。僕はねあんまないと思うんですよね。あ、そうなんですね。なぜなら快適だから、あ、はい、だから不便がないし、うん、ホテルも綺麗だし、うん、スタジアムまでのバスも快適だし、うん、まあ、基本綺麗だし、うん、だから何かそう中東、まあ、どことは言わないですけど、やっぱり道荒れてるし、うん、まあ、その貧富の差がどうしても激しいじゃないですか、うん、そういう発展途上国になると、まあ、カタールとかでも発展途上とか言えないですけど、カタール、アブラとか、やっぱそこ超先進国じゃない分やっぱりだいぶ違いを感じるんですよね。まあ、でも相手からしても一緒か、それは。うん、僕は日本で生まれ育ったから
これ何のストレスもない刺激もないですけども、うん、アウェーから来た人からしてはいろいろこれこの間話してて面白いなと思ったのが日本で墓地その辺にあるよね。ああそうそうありますありますあります。僕何も考えたことなくて、はい、でも海外の人から見れば墓地があんだけいるすげえ怖いらしいんですよ。あ そこら中に墓地があるからすげえ怖いらしいんですよ。で僕らも 何もないじゃないですか。はい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 確かに確かに、うん、そこに神社があってみたいな感じなわけじゃないですか、はい、そういうのがやっぱりあるでしょうね。常識の差、常識の違いが。だ僕たちが気づかないところでちょっとネガティブな感情が生まれる可能性あるってことですね、うん、いや人間は現状維持バイブスがあるから違うものを否定したくな、したがる本能があるんで、うんはい、自分たちの違うっていうのはそれはネガティブな刺激として入るっていうのは間違いないですよね、うん。どうしようちょっとねまだ日本代表メンバーは発表されていないんですが、はい、どうでしょう3月なんかこの選手注目したいなみたいないますか。一緒じゃないですか結局のところだ今回がベストだと思いますけどね、うんまあ、細谷が、まあ、もう少し時間かかりそうだなっていうのを感じたし、うんまあ、上田綺世が1本でいくだろうし、うんまあ、途中から絶対的なジョーカーがいるし、はいまあ、ここと、まあ、もう左は絶対三笘だし、うんでここなんですよね。あなるほどポイントもここはもう決まりじゃないですか、はいまあ、佐野海舟は途中から経験積んでくれればいいし、うん、後ろも、まあ、マイクマンも良かったし今回、うんまあ、スワロもいいし、まあ、板倉富安、まあ、ほぼ来ますよね町田もいて、うん、ここがなんかあれですよね、はい、南の、まあ、みんな僕は南の今回ちょっと復活した今季調子いいじゃないですか、はい、南の久保をこっち使いたいですよねやっぱ。あなるほど久保選手はもう絶対こっち使ってるし、うん、堂安は勝負強いんですよ、はいはい、大事なところを決めるんですよ、うん、だから久保も言ってますもんねこの時代じゃなかったら自分は絶対スタメンだったみたいな、ね、そうですね、うんうん、だ右がちょっとね伊東純也選手がどうなるかちょっと本当に現時点では分からないので、うん、いや厳しいんじゃないですかもうこうなったらだから僕も右サイド、うん、久保選手だから久保からしたら朗報かもしれないですねそれは、うんまあ、久保選手ここに例えば置いたとして、はい、堂安選手をこのトップ下ってはどうなんですか。ああいいですね、うん、いやメンバーいますねいるんですよ南野選手が、うん、でも今回良かったですね。そうですね今回良かった、うん、今回本当になんか久々にスカッとする活躍しましたね、うん、やっぱあのなんというかフィニッシュに持ち込むまでのボール運びだったり、うん、トラップの技術は、うんやっぱすごいなと思いました、うん、ボックスの中でもついてるじゃないですか。そうです、うん、もともとそれ持ってる能力だったんで、うん、それがちょっと開花してるなって感じしますよね、うん、よう落ち着いてそこでシュートファインドできるなっていうのをそうですね思ってたから、うん、今回それが結果に結びついてていつもなんかそれでなんか逆に落ち着きすぎてからポカンとしてるけど今回はそれが結構しっかりハマってましたね、まあまあ、ねフォーメーション変えれるかな433とか352とか、まあ、3バックバージョンを考えてた方がいいなって思ったりするんですけどね。相手は多分541とかで守ってくるんですよ、はいはい、541に対してでもミラーゲームにしてしまったら352541に対して352とかにしたら相手は守りやすくなってくるから、うん、穴を開けるためにまあ、でもこうなるな4-5-1、4-2-3-1で2人だけ残してサイドは高い位置上げてクロスっていうところですよね。まあ、まあ考え方によっては最初のホームゲームで勝ち点3さえ取ってしまえば何かがちょっといろいろ確定要素が多いアウェーゲームは手堅くまあ勝ち点1を取れればいいとしてちょっとテスさん言ったような少し3バックとかでいうなんかやり方も一つありかなと思いますよね、うんうんまあ、相手がやってることを同じものすればいいからね、そうですよね、バックで勝ち守りっていうのもできたら面白いかもしれないですね、うん、結局カウンター相手のカウンターが怖いので、うん、そこをまず消すような守り方をしてもいいのかなと、うんうんうん、でオプションいろいろ持ちたいですよね。そうですね、戦い方を考えて3バックにしたり4枚にしたり、うんここで4-3-3流行ってるし、ねうん、4-3-3ボランチここ遠藤1枚にして森田とここに南野とかがインサイドハーフで入って、うん、久保三笘とかだったりですよね。上田綺世4-3-3こんな感じで
モリダがどこでもできるっていうのがいいですよね。もういいですよね、うんうん、相手がロングボールを蹴ってくるってなったら逆に佐野海舟と遠藤でセカンドボール拾わせ合戦すればいい、ね、この2人がロングボールに対してこの2枚でできるだけこのスペースに、うんまあ、この2人は高さでは勝つだろうから、うん、その3とこの2人がダブルボランチがプレスバックして回収するっていうのを取った方がいいし、でロングバスをしだしたら後ろ3枚にして、まあ、町田が強いじゃないですか、上に関しては富安と変えて、まあ、結構富安が真ん中になるとき、ね、そうですね、うん、でこれで3枚で跳ね返してこぼれたら富安がそれをカバーリングで拾ってっていう風なのもできたらいいですよね、うん、富安が強いのか弱いのか分かんないですよね力に関しては線細いじゃないですか富安も、はい、うん、ポジショニングとかカバーリングとかそのビルドアップの立ち位置は、ま、もう上手くなったし、うん、アーセナルであれだ活躍してるからもう言うことないと思うんですけど、うん、板倉も線細いじゃないですか、はい、町田も線細いですよね。まあ、こういう相手がロングボールだから今回イラン戦の教訓としてロングボールに対してあたふたしたっていうのは時の対策としてこれはいいかもしれないですね。3-4、3-5-2とか3-6-1みたいな、うん、でもとりあえず蹴らしてもう前前線はサイドだけ切って片方だけ限定させてここからロングボールを入れさせてで後ろは5枚でマイクマ伊藤裕樹というところですね、はい、5-4-1でロングボール対策はこれがいいかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、特に、アウェーゲームとか放り込まれる時はこういうシステムがね、うん、一つの案としてあるかもしれないですね、うん、はい、はい、で3月、一つポイントになるワールドカップ予選ありますので皆さんもね、うん、こういうフォーメーションで戦ったらどうかとかそういう意見があればコメント欄にお願いします。